はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はね、180度開脚チャレンジということで4日目になります。3日目がね、少し体が硬くなると思うんですけども、4日目はね、またしっかり伸びてきますので、このタイミングでね、しっかりちょっと辛めなストレッチで伸ばしていけたらと思います。もしくはね、この4日目だけ見ちゃった人っていうのはね、また初めの1日目からやってもらった方がしっかり伸びますんで、説明欄からね、また1日目からスタートしてみてもらえたらと思います。では4日目いきましょう。はい、まずはですね、足を軽く開いてもらって、いつもと同じようにバイバイする感じでですね、こういうバイバイする感じでしっかり股関節をまず温めていきましょう。このね、しっかり足首がね、前に返らないと180度はいけるようになりませんので、これしっかりね、大切なんで、グッとしっかりね、パタンと前に倒るように、倒れるように頑張っていきましょう。はい、今度ですね、膝を曲げて内ももが床につくように、これぐらいの足の幅でですね、内ももが床つくように、股関節をしっかり前にひねっていきましょう。で、体の角度なんですけども、あんまり前かがみになると結構辛くって内もも床つきませんので、少しね、後ろに体重乗っけて、あんまり体はこう上下に動かないように、足だけできるだけ内ももが床つくようにやっていきましょう。よし、 OK です。今度はね、足の裏を合わせて外に股関節を伸ばしていきましょう。しっかりね、足を揺らしてください。これがね、硬い人、こうなっちゃう人もね、しっかりね、こうやって動かしてください。硬いからといってこうギュッとね、なっちゃうと思うんですけども、力を抜けばね、結構スッといきますんで、できるだけストレッチは力を抜くということがコツです。はい、今度は少し足前に出して同じようにいきましょう。ストレッチはね、初めのうちはあんまり急いでね、やらないことですね。できるだけ時間かけて、10分20分かけて、お風呂上がりがベストです。そこでストレッチをね、しっかりした方が良くなるのが早いです。はい、今度はこういう感じで女の子みたいに座ります。まあ女の子だったら女の子なんだけど、まあうん、こういう感じで足を M にします。これしっかりね、体を揺すっていきましょう。で、実際体が柔らかくなってくると、まあ、180度開脚っていうのはね、本当に意思はすごい簡単です。まあ、実際自分が180度、まあ、行くんですけども、1日にストレッチする時間って言ったら、本当にリアルな話で30秒です。毎日たった30秒しかしてないです。本当にリアルな話、一回ビッと伸ばすと維持はすごい簡単なんです。だけどそこのね、硬いところを柔らかくする過程では、やっぱ硬くなった日、柔らかくなってる日ってやっぱいろいろあるんで、痛い日、よく行く日、よく行かない日ってあるんで、そこでね、やっぱり時間かけなきゃいけない時もあるんですけども、はい、この足開けます。一回ね、180度いくなると、本当にね、一回伸ばしたらいいだけなんで、まあ、本当30秒で維持はできますんで、まあみんなね、もしストレッチができるようになっても、ずっとやらないといけないのかとかね、同じ時間ずっと10分20分毎日しなきゃいけないのかって思う人もいると思うんだけど、実際できてくると、本当ね、少しの時間で維持できますんで、そこはね、安心してほしいかなと思います。こういう感じで、もう身を見まねでやってもらえたらと思います。つま先しっかり上げて。はい、今度は前、斜め前。しっかり、ももの裏と膝の裏、ふくらはぎを伸ばします。で、つま先しっかり上げて。はい、今度は、股関節、足首を前にひねっていきます。これは体をね、しっかり揺すって。足広げてるんでちょっと辛いと思いますんでね、見よう見まねでやってもらえたら分かりやすいかなと思います。で、今度はよし、今度はね、股関節広げます。つま先はしっかり上げておいてください。はい、今度つま先寝かして、しっかり真横、真横が分からない人は上を見てください。上を見て、真横をしっかり意識してください。反対、つま先上げて、
いつま先まっすぐ。OK。はい、今度はね、体重を前に押して、足のね、内側を床につけて、痛ければ体重前に押して、これでぐーっと広げていきましょう。で、ここで、体重をね、上下に揺らします。痛い場合はね、しっかり手に体重乗っけてください。痛くない場合はね、しっかり足の方に体重乗っけて、こういう感じで。足に体重乗っけてやってもらえたらと思います。これ、ね、やっぱり痛いとももが硬くなるんですけども、できるだけね硬くなってないように自分でこうやって触ってみてください。痛い時に痛いってこう硬くなるとそこからも伸びませんので、柔らかくなっている時に伸びます。今ね実際ねこうやって伸ばしてるんですけども、結構みんな多分ももが硬いと思うんですよ。実際ね伸びるときは、もう本当、今ね、もう、触ってみてもらいたいんですけども、もう本当に柔らかい状態です。全然ももね、力入ってないです。そういうときに伸びます。しっかり伸ばしましょう。こういう感じで。ここつかない人はね、こういう感じです。こういう感じで。ちょっとね、手がきついと思うんだけど。こういう感じで、伸ばしてください。体重前に乗っけて。OK です。はい、今少し伸ばしきったんで、しっかりね。股関節とももたたいて緩めてください。この鼠径部をねたたいてください。 OK です。今度はね股関節逆、こういう状態から足を広げていきます。足のねこの足首は膝の後ろ、膝の後ろ、こういう感じ見えにくいかな、こういう感じです。膝の後ろ、これがね、こういう感じ。これこうならないように。こういうふうにならないように。こうです。これでしっかり。一気に起き上がって。上下。これ結構痛いです。頑張って。結構痛いです、これは。これもね、内ももがしっかりね、床につくようになってくると、開脚かなり楽です。痛い場合は一回こういうふうに前に戻ってください。戻って、動く。慣れてきたらし、ここから一気に上がる。で、動く。こういう感じ。これ痛いけどね、我慢してください。OK。よし。はい、股関節、鼠径部叩いてください。OK。今度、縦、いきます。後ろ足はつま先です。これで、肘を曲げながら、伸ばしてください。で、上半身はね、できるだけ前かがみです。今、前足伸ばしてますんでね。はい、つま先をしっかり上げて。今度伸ばして。はい、反対向きです。つま先をしっかり上げて。上下に。はい、つま先伸ばして。もう4日目はね、しっかり伸びますんで、ちょっと痛いの我慢してね、伸ばしてください。OK。よっしゃ。はい、股関節しっかり動かして、だいぶストレッチもね温まってきますんでね。 OK。 で、今度足伸ばして股関節をねちょっとここでグリグリ動かしましょう。4日目になってくると、1日目にね股関節がゴリゴリやっとったっていう人もねあんまならなくなってきてると思います。はい、反対回しです。なってる人ももちろんいると思うんだけど、あんまりねゴリゴリっていう感じが、コリ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 っていう感じにね変わってると思います。はい、反対足、しっかりねもも抱えて、でこの股関節もね自分で伸びる位置をねちょっと見つけなきゃいけないんで、あんまりね上げずに伸びる人もいれば、しっかりね上げて回さなきゃ伸びない人もいると思うんで、伸びる位置をしっかり反対見つけながらストレッチをしてください。OK。 はい、最後ね開脚しっかりいきましょう。前体重で足の内側を床つけて、はい、しっかりグーッとしっかり痛いとこまでやってください。痛いとこグー、はい、動いて、しっかり動いて、体重はねもうさっきね手に乗っけたと思うんだけど、今度は
手をね、できるだけ軽く、手は軽くで、股関節にしっかり体重乗っけて、しっかり胸張って、いきましょう。こういう感じで、たまに手を離して。で、つま先はできるだけ前です。前。前にしないと、こういう風にね、ベタっとできませんから。はい、今度つま先上向けて。で、つま先上向けると、お尻が少し下がるんで、かかとに力を入れて、お尻を少し前に持っててください。そしたらね、綺麗に189になってきますんで。はい、OK です。よいしょ。これ、しっかり伸ばすとね、閉じるときに結構ぐーっと力いるんで。はい、股関節、鼠径部少し揉んでください。最後。はい、OK です。お疲れでした。4日目なんでね、ちょっと無理してもらったと思うんですけども、またね、痛め、少し痛くなってるかなと思うと思うんですけども、3日目に少し痛かったんで、今度はね、痛め、またあんまり痛くなくなってきます。4日目以降はね、しっかりちょっと無理して、伸ばしていってもね、伸びますんで、やるタイミングがお風呂上がりにストレッチすると、しっかり伸びます。朝はね、しっかりね、今後はもちろんやってもらいたいと思うんですけども、朝は硬いので、朝やると夜痛くて伸びなくなりますんで、できれば夜しっかりやって、もうだいぶね、180までいかんとしても、160とか行き出したら、硬い朝やってもしっかり伸びてきますので、まずはね、柔らかい時だけを狙ってやってもらえたらと思います。もちろん運動前後でも結構です。しっかり時間をかけてまたやってもらえたらと思います。ストレッチをね、ちゃんと最後までやってる方っていうのはぜひコメント欲しいです。今ね、伸びてる状況、何度ぐらいが何度ぐらいだよっていう状況もね、よかったらコメントで受け付けてますんで、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録してない方はぜひ登録お願いします。たどるでしょう。Thank you.